おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。外の風すげえ。あれ洗濯物なんか裏返って洗濯物なんか裏返ってんな。なんか急に今日風強いんですよね。洗濯物がよくなびいてますね。はい。洗濯は休みの日にこうやってするんですけど、まあ休みの間なんで基本的にしてんのが。雨の日とかね、こんちくしょめってなりますよね。一応、浴室乾燥ってもんがブチんとこにあるんですよ。はい。ただ、あれってバカすか電気食うんで、まあ、まあね、あまり推奨できないやり方ですよね。あと怖いし、なんか浴室乾燥なんか怖いんだよな。うちの介護の仕事の時ではね、浴室乾燥があって雨の日のね、乾燥に役立ってたんですけど、はい。あの時はもうね、バカバカやってました。よーバトマス。賢者、モンマス、勇者ときまして、本日は魔法使いのお時間です。行きましょう。魔法使いといえば皆さんが触れたことは一度だろう。草原ボーイのチームの良さから構成されやすい。今日パーティーがね、行くぜピエールとダッシュラン思うんだけどさ、ダッシュラン何回出てんの？本日は魔法使いの極致とも言えるね、今日パーティーでやっていきたいと思います。魔法使いは、レベル1の時より、レベル99の時に、とにかくその進化を発揮するっていう感じですかね。その使用上、魔法使いっていうのは、その特にこのフールブレイク今回採用している、マジカルメイスとか賢さに依存する部分が大きくて、フールストライクもね、同義なんですけど、その威力がね、だいぶ違ってくる。今回、三河足の句まで来てますからね。三河足の句はちょっとレベル1で来ちゃうと賢さが100満たないぐらいになっちゃうんでね、99の強さを振るっていこうと思いますやばい結構効いた安定打点に当たることね。そして耐性無視のフールブレイクを持ったマジカルメイスで、今回はやっていきます。猛ダッシュよいしょーあーな相手は潮流軍団です!HP が高いんだけど。というわけで、潮流軍団には爆発呪文。いくぜスライムを持ち上げたいいよはい相手に恵まれて、あ、でもあんま出ないね、イオって。まあ、スライムナイトはね、魔法使い特務第3の技、イオが使えるんですけど、あんまりやね。うん。さあ、この今回のね、草原森チーム、打撃耐性には恵まれておりません。魔法使いもね、スライムナイトも打撃に強いわけではない。まあ、波ですね。はい。で、今回注目してほしいのは草原森チームである。ほいそして主人公は三河足の句来てるってことですよ。草原森チームかつ魔法使い賞かつ、三河足の句ってそれダッシュランやんやめてもだから、要するに、相手に左右されるんですけど、相手の判断力が高ければ、基本的に単打撃は主人公に来ます。身の守りが30しかないんですからね。さあ行きましょう耐性無視の一撃フールブレイクよいしょーあ強っレベル99だからこそできるこの威力。ね。スライムを持ち上げたいよ行くぞっていう。打撃に今回敵がみんな強いからね、ちょっとイオで攻めましょう、今回は。で、ダッシュラはね、もう基本的にこれするだけで走ります。冷たい息の威力も悪くないですよ。キースドラゴンとほぼほぼ同等の威力を誇る冷たい息。ね。サブウェポンとして優秀ですね。さあ、ただ潮流軍団、さすがの耐久力です。最強のね、最強の戦闘力を持つ潮流軍団との戦い。いや、当たってねえな、お前の。なんでキースドラゴンそんな当たってねえんだ？単打撃は主人公に行く場合、まあ、今回全然いかないですけどね。なんかよくわかんないです。今後は全然いきません。さあ、ここで潮流軍団が返します。HP が高すぎるんじゃ。さあ、ガードか避ける。ああガードか避ける。言ったやないか。行きましょう。もうドラゴンギ使いましょう。さあまあ、潮流軍団ということでドラゴンギによく通るんですよ。さあ、行くぞ。できればね、魔法使いは三河足の句かつ聖堂の盾だったから、今のは避けてほしかった。回避率的に言うと、30% ぐらいあるかなうん。本当に誇張ではなく魔法使いの巣の回避率が高いのと、三河足の句。草原の森のね、相性による回避アップもあるんで、で、ちょっと待って、君たち負けないいや、大丈夫。正直ね、潮流な遅い。先制して、ぶち込んでやれフールメイクよし続け誰か続け続かないと負けそうあれ続かないと負けますよ潮流軍団に負けるってね避けてる誰か避けてるあ246いいデッドラインが増えてるおピエール先生頼むぜ行くぜスライムを持ち上げたライムスライムが取れます。いいよ、せーの、よいしょ素早さも早いからね。今回はオフェンス寄りの魔法使いです。魔法使いのいいとこっていうのは必ずしも上級色が強いってわけじゃないってとこよね。賢者ももちろん強いんですよ。過去に紹介した賢者もダースダゴンたちと組んで自分のマジックダブルスキャンでね、まあ特殊な強化ができたりするっていう賢者もいいとこあるんですけど、魔法使いがね、いいのは、お供との相性がね、比較的良好なことですね。ナイトリッチと組めるのも魔法使い。賢者とナイトリッチと組めません。まあ例を挙げるとね。あと、魔法使い単体の能力もちょっと違ってくるんですよね。打撃耐性とか状態上耐性とかも変わってくるんで、一概に賢者の方が魔法使いより強いわけじゃないっていうのが、このゲームのいいとこです。はい。下級職の戦士とかでも普通に大会にはいましたからね。そう、戦士はバトマスより耐久がね、高い部分もあるから。さあ、1000マブと避けましょうか。よっしゃ、きたきたきた、回避率 30% がひょいひょい受けていくぞ判断力はね、相手ね、高い相手だったら、さっきのドラゴン軍団どっちかでも頭悪い集団だから頭悪い集団さあ、開幕ダッシュランがね、ちょっと混乱をしてしまったんで、まあ、正直セティアの役目は果たしてね、セアドルコ、よいしょ、いいね。基本的にはヘアドルコです。フールブレイクの命中率あんま高いわけじゃないんで、さあ、雷攻めの相手チーム、戦士パーティーです。下級職同士の戦い。でもどうなんだろうね。戦士は本当に耐久高いね。行くぜ、よいしょ、ナイス。しっかり PA 先生当ててくれ。戦士はね、一人で HP1300 を誇るね、超耐久みたいなもんだからね、単体の完結してる。単体能力がすごく高い。さあ、行きましょうか。こっから。だから向こうは基本的に、亡霊剣士アルミラージュを狙うんで、こっちが。まあこっち、お互い会議の戦いになるんじゃないかなと。よけよ、おー、いいね、本当にいいぞ、今回。今回、ジャンプ音が止まんねえな、編集のな。そのジャンプ音の中、フールブレイクです。当たるか、いくぜ、せーの、はい、よいしょ、ナイス、当てたるー。キャタルコでいいね。うん。ちょっとね、冒険したね、今。フールブレイク、会心もよく出るんだよね。魔法使いの素早さが早いしね。三河しの雲着てるから素早さが上がってんだよね。さあ、コンスタントにダメージを与えております。正直今んとこ有利。ジャンプ切りでもいける、ちょっとイオで。さあ、確実に詰めていけ。正直ね、こう、回避合戦になった時、アルミナージュは亡霊剣士、そして魔法使いと回避の高いユニットが揃っております。はい。になった時に、やっぱね、この呪文っていいんだよね。確実にね、詰めていける強みがある。さあ、王者の権威。戦車誰でも行くからな。ガード、うわ、食らうか、マジか、ここ食らうんか。互角ですね。全く互角の戦い。ジャンプ切りにしようか。まあ、ただこっちは SP まだ残ってるんで、ギガデインとかの詰めも可能です。このターンに決まるかどうかわかんないね。クラーク、よし、当たった。オッケー。さあ、草原盛りによって。魔法使いがいいのってさ、草原盛り相性のとこなんだよね。おー、避けられたか。草原盛り相性って1の頃めちゃくちゃ強かったんですよ。HP が、だって240上がりますからね。チーム全体で。だから正直1は草原盛りゲーとも言われていたっていう時代ですからね。かつ魔法使い相性だから、もうその2つ掛け合わせるだけで HP が500近く上昇するんですよね。まあそりゃ強いわって話ですよ。無条件に HP がさ、500以上上昇するからね。さあ、お互いいい競り合いになってますが、SP カードで詰めが可能です。ただ向こうは、ワンちゃん必殺技使うぞ。やばい、これ痛恨かも。やばい、ああ、よかった。痛恨じゃないのは。アルミランにしては珍しいな。さあ、王者の剣技。ガード、クソなあ、いや、でもだ天使の歌があるんだぜ、こっちには。天使の歌あるぜ。でもだよ。相手はもう必殺で詰めれますよ、確かに。こっちには、ST が1枚残ってる。天使の歌があるぜ。粘り強くいこうや。さあ、全員攻撃技なオフェンス寄りのチームなんで、おもう爪ですよね、もうこれ。さあ、必殺技ライデイン。ただこっちは天使の歌張ってるぞ。カチカチやってたってことは認めるかな。うわーってただ、待って、あれ、このターンにさ、魔法使い決めてくんない？そうしないと何が起こるかわかる？つばぜり合いになるんだよ。とどめの。だから決めてくれ！ここで決めたら魔法使い勝ったという、実質勝ったでいいんじゃない？あー、俺一人なんだ。やっちまったーあー、やっちまったー。恐れてたことが起こったー。実質勝ちでよくない？もう分かった分かった。実質勝ちでいいやシャープいくつにして妥協してんだ。引き分けかな。3戦目は火力では絶対に負けない奴らが相手ですねえ。ダメ、すごいことになってる。敵はですね、滅ハヤブサを持ってます。そして滅4通り悪魔の爪痕とね、もう攻撃に全てを振り切ったというとんでもないチームですね。なんで今回は回避、今回も回避です。てかもうです。基本的に耐久はダッシュランがね、打撃に硬いだけなんで、他はピエール先生と、特にね、主人公今回はバズズのかとかバトルマスターとか賢い相手、賢いやつが多いんですよ、判断力はね。ということで狙われるのは、来たぞおい、頼むぞ。うわー、バトルマスター賢いから絶対魔法使い行く。避けろ避けろ。うわー、うちー、避けて避けて。回避率 30%、 正当の盾よ。しかも正当の盾ね。ちょっと恐るべきよ、まさに。おわー全然息してくねえねえ、全然三河四六とか息しないのね。なんか、全然なの。全然息しないの、なんか、せっかく見返しで回避 30% とかさ、性能たちでも全然息しないの。まあ、怪人判定だったらダメなんだけどね。頼むぜ！火力はやばい！火力やばい！うわーちょっと、お前結構じゃないか、お前ら結構じゃないか。よし！頼むぜ！魔法使いが三河四六切る恩恵はかなりあるからね。頼むぜ！滅4刀流。やばいやばいやばい。一旦でこんな消されてんじゃん。よし、ピエール避けたね。ピエールも避けるからね。かかなり避けるよ、ピエールも。待って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 向こうはさ、結構じゃないかこれはこれとんでもない試合だったんじゃないか。このような試合展開誰が予想したんだよこの試合展開予想できねえな。つばぜりしましょう。主人公を止めましょう。やばい、向こう赤だ。うん、ごめんごめん 2P が7秒しきり完全にミスってたわ。いやー、ここでワンチャン光の玉で勇気たまるなーって思っちゃうよねさあ、向こうは SP カードをほぼほぼ1枚捨てたみたいな感じになっておりますが、ゴリ押されるぞここまでやっとってゴリ押されるのすげえかっこ悪いからね。ねえ、魔法使いチーム、さっきは引き分けで、なんかまあ引き分けかなーって感じだけどさ、ちょっと待って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 、本当に待ってって。結構じゃないか、結構なんじゃないか君たちねえ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 、ちょっと、やばい、通行。うわもうダメだダメだもう。嘘、こんなに痛恨でったらさ、避けれねえよ。怪人判定は避けれないからねちょっとお前らひどいな。いやでもまだこっからある、こっからあるね。全員止めるとかもありえるからな。一応状態異常とかで止めるはありえるし、状態異常で止めましょう。それしか道がねえ。状態異常で止めてね、逆転のチャンスというのもまあなきにしもあらず。いや、バトマスは滅で動いたのびっくりだわ行くぜ、テクニックでしとる行くぜ、今からない、止まれ。おりゃあ、主人公だね。主人公は呪われるかどうか。主人公が、でも呪い三人機はそうそう動けるもんじゃねえぞ。そうそう呪い三人機動けるもんね。こっから返せ、逆転のチャンス、反撃ののし上げろ。こんだけやったんだからさこんだけやったんだからね、こんだけ今もうもらったんだよ、チャンス。行くぜ、おら、ああかわいい魔王の機械。やばい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 、返せなくなっちゃう、返しきれないって返しきれないやばい返しきれない。1075もある、まだ HP がバトマス強いな。おお、待って待って待って、嘘嘘嘘、お前呪われねえじゃん。一切呪われません。30を送りたいと思います見事だよもしかしてこのチームって弱い？いや、多分違うんだよ。前回、結構前の動画かな。フリースニャンとダッシュは魔法使いってチームあったじゃないですか。それのほぼほぼ一緒なんですよ。このチームってよくよく考えたらね。で、今回に至ってはダイレクト SP をさ、使わずカチャカチャカチャってやってんだよ、俺。それでもなんかさ、負けてんだけど。多分、今回回避で生かしていきたいチームなのに、三河足の服とか聖堂の盾とか、それがほとんど仕事してないんだよね。多分、向こうが会心出してる。うん。会心出してるのと、聖堂の盾は今回に至っては本当に刺さらないね。相手がね、不思議だって、おー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 おい、魔法使いの極地ってならないじゃないか、これ。極地にならねえじゃないか、この動画。大丈夫なの？ね、極地から離れるよ、なんか随分。いや、ヒャダルコも飛んねえな。やっぱフールブレイク行くしかねえか。さあ、影の騎士の出番強いんだ、これ。いやー。体勢の上からこんだけ出んのか。影の騎士おかしいだろ、ドルマの威力。さあ、相手は不思議だ。光をバッチリ強いぜ。お、いいね。ただ単体攻撃を持ってるのはエースケ君ただ一人。で、基本的には全体攻撃でゆっくり詰められるからね。向こうの個々のスペックが高いんだよ、みんな。うわー、嘘！こんな食らうのこれはあまり気にないとダメージじゃないでしょ、今の。基本的に影の騎士のドルマ、ナイトリッチのナイトメアソードの威力が高いから、普通に単体スペックがどんどん詰められちゃう。エースケを狙っていくしかない。穴があるのはエースケだ。よけろ！うわーこんなんばっかやんか、今日。今日こんなんばっかや今日敵チーム強えんじゃねえか、不思議団。おい、ヒュンケルどうなってんだ？おら、行くぜやばいって。この差の詰められ方はやばいね。さあ、ほら、いくぜ！ナイトリッチ。麻痺しねえかなーと思ったけど。ナイトリッチに行っちゃったか。ドルマがね、素直に強いんだけど、どうなってんだよ、もうこれ。モンマサ短期決戦だからね。単体スペックの高い3体で詰めてくる。さあ、エースケがね、一応穴にはなります。でも打撃小体制、打撃にね、ちょっと耐性持ってるエース系。魔法使いはモンマスとかと違ってさ、一気にみんなを強化ということができないからね。うわぁ！もうきつい！もうきついねもうきついね。うん。状態異常に頼るか。この場をひっくり返すのは、状態異常しかねえでしょ行くぜマーニャ行くぜうんまあ一応なんですけど、一応擁護しておくと、こういうボンマスの対策っていうのは、火力で押してくるボンマスに対しては、なんでドラゴン斬りが押してんのなんで、あ、やばいやばいやばい、ドラゴン斬りやばいって。お、大陸先生、これドラゴン斬りなのか俺、チームを把握してなかったわ。ちょっと待って、負け越しになる、このままじゃ。え、このままじゃ勝ち越しできないよ。え、局地チームさ、勝ち越しできない。このままだと。引き分け。1勝ち1負け1引き分けでしょやばいってそれなんかないかこういうねボンマスの対策としてはラミエルが有効的です。状態異常を使わない相手に対してはラビエルがすごい優秀ですね。はい、だって状態異常使えませんから、こうやって火力を押してくるラビエルでいいんですけど、ラビエルでおおえああ待て今の感動をもう一度ね今のあの日の感動をもう一度うわ奇跡見れたな。この手の局地企画で初の勝ち越しができないチームが生まれてしまいました。さあ、最後5戦目はね、負け越しをかけております、今。来ましたレジェンドマンを2倍で強いはぁ、僕の登場ですなもう来たさっきも言ったんですけど、まあ、モンマス側も対策はできるんですよ。まあ、言っちゃえば。ただ、こういう火力で押してくるタイプ。まあ、今回、ハーゴンはかなり火力で押してきますね。ただ、その代わり、状態異常は使わないんだよね。もう本当に正々堂々と、意味のわからないぐらいの力で攻めてくる。そういう相手には有効な SP が、ちょっと待ってね。はい、これですね。はい。状態異常、聖なる祈りっていうラビエルは。まあ今まであんまり使ってなかったかもしんないね。これずるすぎるから。割とね、強いです。やっぱ最終期のスペシャルカードは強いという特性を持ってるんです。行きましょうエロ !800 分の1! レッツゴー状態異常とかを上書きされない限り、聖なる祈りの回復が3ターン続くんですね。どんどん回空量が小さくなっていくけど、合計して900になるから、賢者主の倍だよね。ただ、状態上 SP、例えば誘惑の踊りとか、そういうのだけでももう、かき消されちゃうから、敵を選ぶかな。相手がボンマスだったら結構積極的に使われますね。はい。だからボンマスがね、それに対策する感じです。さあ、今回相手はハーゴン、最後の相手は。勝ち越しはできないけど、せめてね、2勝1分け 2敗ぐらいにしてほしいところです。3敗というちょっとね、惨敗です。ありがとうございましたなんて嫌なんで。いや、通るね、ベリアルに冷たい息。ハーゴンの猛攻をいかにして、耐え切るか。あれさあ、向こうはね、とにかく単体攻撃をしてくぞ。避けて何をするんだ避けて、これはあまり効いてないぞの受けが300ですからね。うん。ハーゴンがいかに強いか分かります。もう一つ恐ろしいのはこいつですね。ダッシュランが一応いるから経験はしてくれるけどね。おーい。でもラビエルが、ほんの回復量ですよ。1ターンで賢者の石。もう1ターンできるだけで、賢者の石の回復量みたいなもんですからね。とにかく、ハーゴンに勝つためには、勇気を溜め切ってとどめの刺激を打つしかないです。つばぜり合いができない使用上なんでね。はい。いやー、避けねー痛えー避けねえし、今日相手チームめっちゃ会心出すし、こっちのピエールはクソ外すし。聖なる祈り込みで耐えきれるかな。頑張れ状態上で止めるとかあるよ。ジャンプ切りの麻痺がね、忘れた頃にやってくるとかあるからね。ないけど。とにかく、会心出して勇気をバッて溜めよう。おりゃ伊達はもう足りてるんで十分。ハーゴンはね、耐久の属性耐性のなさをね、HP の4800というね、バカみたいな HP で補ってるだけなんで、はい。どっかの卑怯者集団とはちゃうんですよ。卑怯者集団は本当にね、逃げ切ろうとするからな。つい捨てたぞ、あいつ。あいつ来るぞ。うわ、余計に、なんで今日避けないのねえ、今日なんで避けないし、ガードしないのもう、安物か、これ、三河四六と戦争で。何ぼったくり商店で買わされたもしかして。もしかして、アッサラームから買いましたその三河四の服。もしかしてさ、三河四六と戦争だってアッサラームで買ってきた全然仕事しないじゃん。いやー、ラビエルなければ、もう HP だって虫抜きですよ。400ぐらいですよ。で、状態上 SP に走ることになりますからね。状態上をね、使うパーティーは、普通に強いんですよ、なんだかんだで。動画上では微妙なところだけど、敵チームとしてはね、ちょっと出してみたいね、今後。ベリアル36ってどういうことなんでベリアル36なのよいくらなんでも広くねえかよしジャンプ切りで行くべきだったか、やっぱ。いや、クラブだ。状態以上、ラリホーとか使うパーティーにはね、本当に聖なる祈りはね、無力とかすんでね。そういう場合は押し切らないとダメだね。ああやばいってね、負けちゃう。勇気の総裁じゃダメなんだって。ナイス勇気の総裁じゃダメなんだよ。だって、そしたら HP の判定負けだもん。だから勝つには、こっちが先に勇気貯めないといけないの。ねえ、避けないと。相手の勇気は溜まりづらいんだから、避ければ。ねえ、終わっちゃうよねえ、終わっちゃう。この実況が終わるねえ。魔法使いの極地っていうサムネが、俺の魔法使いの極地というサムネがさ、音を立てて壊れていく気がするんだけど。俺のさ、魔法使いパーティーがさ、音を立てて崩れていくんだけど、このままじゃ。誰一人全然避けないし、ガードもしない。勇気も同等。あれ負け越しとかあるんですか極地し、極地シリーズで負け越しってあるんですか嘘でしょ極地シリーズでもうこれ負け越しじゃん嘘オクラにしようかなちょっと魔法使いはなかったことにしたいなかったことにしたい